の変態は野獣ビームにやられて天に召されました。というわけでスペル縛りですが、今後使わない武器にジェム使えるほど裕福ではないので、レベル差あるままなので検証はしません。一応シャドウスペルは一撃でノーマルアーマーは削れます。ただし範囲が死人のライフル程度になってしまって弱体化しています。そしてアーススパイクはキネチック7レベルをつけていますが、開発者アーマーも一撃で葬りました。威力やばいですね。そしてスペルたちの利点は、リロードとモーションがないのと、すべてにエリアダメージがあるということです。逆に不利な点は、シャドウスペル以外はすべて弾速があり、特にアーススパイクはかなり遅いです。さらに、シャドウスペルも含めて、威力が低いです。そして、砂枠のシャドウスペルも、スコープがないので、遠くには当てづらいです。特殊の呪いスペルは、750とエフェクト延長7レベルをつけても、ノーマルアーマーで、アーマー 20% 残ってしまいます。しかも弾速もあるので、戦うなら中距離が最適なイメージです。プライマリは当てづらい上に特殊とほぼ同じなので、あまり使っていませんが気にしないでください。もし全部レベルマックスでもアーススパイクで体力発してシャドウスペルで仕留めるやり方になると思います。弾がないだと、なんか全然死なないと思ったら、これ敵全員ボットかもしれませんね。これはつまらない。というわけでカットして2試合目。We can be taking control.
Thank you.